コレイとキララどっちがいいですか。役割がコレイは設置型の草元素の火力で、キララは純粋なシールドと爆発の瞬間火力で、役割がほんのちょっと違うね。だから使い分けかな。特になんか今期の螺旋はまあ普通に生害獣が結構ゴリゴリに殺意あったり、高くてシールドあってもいいし、12層のさアビスの使徒ちょっと手こずってたじゃん。であれがね、アビスの使徒ってさ、ダメージが入った時になんかデバフが固有で入るんよ。炎のアビスの使徒は攻撃食らったらじわじわ体力削られ続けるのかな。で水のアビスの使徒の攻撃は食らったらスキルのクールタイムが伸びちゃうんだよね。氷の使徒の強化攻撃か食らうとね、あのスタミナが20だか50だか忘れましたけど持ってかれるみたいな案があって、でシールドでダメージを防ぐことができればそのデバフ追加効果を打ち消せるので、そういう意味で割とシールドいたら今回の螺旋は楽かもね。でも全然コレイも活躍するし、キララも活躍するし、2人ともマジで星4なのにちゃんと役割があって強いキャラだと思うよ。キララ黎明やり、キララ黎明の真剣はありかなしかで言うと微妙だな。会心は確かに稼げるけど、キララって元素爆発の倍率がすっごいキャラクターで、攻撃力が黎明は星3並みの低さだからそこが響いてきちゃうね。アルハイゼンに黎明はめちゃくちゃ美しいのよ。激化反応で攻撃力低い問題がほぼ関係ないから、なんなら葉っぱカッターは熟知使うしね。でキララは激化狙うキャラではないんよな、まあ、狙ってもいいけど、どっちかっていうと倍率の高さを押し付けたりとか、シールド張ってるだけで十分って話ではあるけど、黎明はいいところもあり悪いところもありだから普通か微妙って感じ。候補ではあるけど、アルハイゼンは噛み合ってるんだけど、キララは悪いところもある。だから黎明もありだけど、さすがにバンガンとかキリギリとかあるならそっちの方がいいよね、かな。かわいい顔赤く染めてんのやばいな。どうもです、こんちゃちゃです。ネルメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの。もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。